おはようございます。おはようございます。真犯人フラグ第17話考察動画でございます。はい。いやー、劇団輝き素晴らしかったね。いやいや、別に素晴らしい演目をした後じゃないのよ。いやもう本当にね、劇団四季か劇団輝きだね、やっぱ日本の劇団は。一緒にすんなよ。全然感動なんかなかったよ。もう一回見に行こうかな、あれ。やっぱただのビジネスだから、あれ。怖いことに佐藤芳恵のね。そうそうそう。もうちょっと特徴的な名前与えろよ。相当な割り切り方でしたし、うん、もう信者は信者でもう本当に夢見させてるって言ってたから。そう、もうただの養分ですよ。今回第17話の一番の考察は、うん、佐藤芳恵が一番影立ちが必要っていう。確かにね。いやでも、うん、あれは本当最近のビジネスプランを提示してくれた感じがしてね。いやいや、ダメよ。ああすればいいんだなっていう、困ったら。いやいや、なんかちょっと詐欺スレスレだからね。でもちゃんと用意周到だよね、吉江もさ、うん、ああいう洗脳の仕方とかさ、劇団作ったりさ、歌もちゃんと用意してビニールかぶって踊ってとかさ、ちゃんとこうやってるよね。いやだから普通の人は引っかかんないのよ。やべえなって思うから。相当こう闇を抱えてる人じゃないと引っかかんないっていうのもありますけどね。そんな町山のこと悪く言うなよ。洗脳されちゃったから。いやでもただの吉江のビジネス宗教だったから、うん、人を殺してるとか誰かをさらってるとかっていう感じではないっていうのは分かったからね。魔法が輝きに関わってるってことはなくなったね。そうね。今回やっぱ前回ね、選手権もやりましたけど、遺体みつるさんともう一体誰なんでしょう選手権やったじゃないですか、我々の、はい、チャンネルでは、うん、まあ、多くの方が、まあ、ナイツ花輪さん登場っていうので、もうほぼほぼ傾いてたんですよ、その答えで。みつるのお母さんっていうね、はい、まさかの誰が当てられるんだっていう、うん、そうですよ。こんなバタコの、まあ、義理のお母さんっていうことでしょ。まあ姑さんっていうことだったよね。よっぽど嫌だったんだろうね、誇りのチェックとか。そんな厳しい姑だったの。ユミコさんみたいな感じで。窓の縁ね、窓の縁とか、ね、窓の縁のね、そんなの年末に掃除しとけばいいよぐらいなとこあるじゃん、うん、はいはい。そこもなんかさ、毎日チェックされて。そんなことじゃないと思うけどね。多分18話は全編それじゃないかな。いやいやいや、つまんねえドラマになっちゃうからそれ。でもさ、やっぱあっちゃんの、まあ、全部まださ証言しないじゃん、うんうん、結局さ、バタコが白いバンに乗せたっていうのも分かったけど、証言で。でもなんでその前に何があって乗ったのかっていうのがまだ言ってないじゃん、うん、そこがやっぱ知りたいのと、あとあの入院してる時に夜中来た男の影。そうだね、それがだから真犯人なのかなって思っちゃうよね。そうだね。でちょっとこう、アツトに病室に来た可能性がある人、うんうん、なんとなくこう、うん、考えてみたんだけど、あっちゃん知らない人って言ってたでしょ。言ってた言ってた、知らない。でその中で、うん、今怪しい動きをしてる人ってまあ3人いて、うん、ラストで怪しさを見せた望月プラス一斉の可能性ももちろん残ってるんですよ。一斉は顔見知りじゃないだろうね。あともう一人は、うん、あとやっぱゴーラ、病室にね何回もこう病院にも来てますし、まあ一斉怪しいけどな、やっぱその中だったら一番。まだまだ一斉ほら、光のことだけじゃなく、うん、元木のことだけじゃなく、光の電話も出ずにパソコンでいじってたっていうところで、うん、まだ本心全部喋ってないような感じもありますし、怪しい動きあるんで。一斉めちゃくちゃ怪しいね。てか一斉と元木の関係が明らかになったでしょ。元木が自殺しようとしてたのを助けた、助けて高校のうちは付き合ってることにしようみたいな、まあ、あれが果たして良かったのかってことだけどさ、一斉もさ凌介に似てんだよ。それ良かれと思ってやってるけどさ、凌介はさ自分のことをあげないじゃん。一斉やってることって、おいおいお前何やってんだよっていう行動しかしてなくない。それはだから周りから見たらね。でも本人は世の中を一つでも多く笑顔にしたいみたいな、うん、いやもうそれおごりだよ人間の。いやそれはだからやきもちですよ、島田さんの。島田さんほらイケメン嫌いじゃないですか。いや別に嫌い
題じゃないよ。過去になんかあったのは、まあね、今ここで言う必要はないですけど。ない、ない、ない、全然ない。だからあのなんかさ、プリクラみたいなの出てきたじゃん。はいはいはい。あれ、誰なのっていうね、あれ、本当に当時の同級生なのかなって思っちゃうな。あのアカウント？だってさ、一世と元木は、プリクラ撮る必要ある？要は、学校の行き帰りだけ一緒にいれば、いいぐらいなのに、マジのプリクラ撮ってんの、なんでなんだろうな、疑問に思っちゃうけどね。その画像を後々使うためのプリクラだったんじゃないかってことね。そう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 。ただね、俺、それに関して、やっぱりね、あの、一世が高校時代の時に付き合ってたふりしてたっていう証言も嘘だと思ってんの。嫌うね、一世のこと。嫌ってるわけじゃなくて、教えて教えて、なんで？そうだとしたらね、一世の証言が本当だとしたら、元木が凌介に地下鉄で会って、うんうんうん、人違いをした写真を撮らせるって個人では動かないと思うのよ。やっぱりそこは高校卒業してからも関係があって一緒に動いてたってことになるんだよ。だって高校の時にね、関係が終わっててそれっきりっていうんだったら、元木が凌介に近づく意味がないもん。そうね、元木はだから光と一世、その誘拐犯だけじゃないと思ってる。アツトのフリマアプリで脅しのメッセージ送ってたじゃん。はいはいはい、バタコ、ね、取り下げろ誘拐犯みたいなって言ったり、アツトのことでね、うん、あと林マリーナに GPS を仕込んで林の居場所を追ってたとか、うんうんうん、全部のとこに顔出てくるじゃん。それって真犯人とつながってんじゃないかなっていう。そう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 、そうなのよ。あの感じだと元木って一世以外には全く興味ないというか、一世に浸透しすぎて一世の邪魔になるようなことはしないと思うから、だからそうするとやっぱり自然とこう一世が怪しくなってくんだよね。なるほどね。そう、全部一世が手を引いてて、一世真犯人説ね。そう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 。まあだから結局島田さん的には一世はイケメンだから真犯人っていうことよね、今のまとめる。違うよ。イケメンで尺に触るから真犯人であってくれっていうのを今違う説明してくれたよね。わかりやすく くれたよねじゃないの。くれたよね。あとだから一世に関しては、あのお母さんの出血が何なのか、だからそこになんか動機がありそうだな。なんかあそこのシーンすごいなんか変だったよな。みんなお母さんのこと心配してんのに一世だけ心配せずに弁当食うっていうさ、お母さんが怪しいっていうのあるよね。いやだからなんか川村が来週誰かゴーラーを使って調べさせんのお母さんかなと思った、一世の。うんうんうん、来週また逮捕者が出るっていうことで真相明らかになったもので、うん、だからそれは今回してしまったことで逮捕者になるのか、過去にしてしまったことを明らかにして逮捕になるのか。例えばほら、うん、二宮のお姉さんが殺されてたっていうことで、うん、二宮が復讐のために凌介に協力してたっていうこともありえるじゃないです か、うん、か二宮のお姉さんの過去、殺されたって言ってたけど、お姉さんお知見で落語やってて、まあ、誹謗中傷、このドラマでよく出てくる誹謗中傷に耐えられなくなって自殺しちゃったと、はい、でゴーラニがそこにちょっと関わっていて、でそこで二宮ゴーラのことちょっと知ったっていうのもあって、だからその誹謗中傷でした人たちのせいでお姉ちゃんが死んだ、殺されたって表現してる。はいはいはい、世間にバッシングで殺されたっていう表現、二宮自殺って思いたくないっていうさ、うん、のと、二宮のお姉ちゃんが林と付き合ってた、それで林のあの女癖な理由で悩んで自殺した、それにゴーラ絡んでる、だから林の不倫写真とか二宮撮ってた、で林やっちゃった、殺しちゃった、 なるほど自白して逮捕。だから二宮がもし逮捕ならそれかなと思うけど、まああとここに花輪さんが出てくるね。お、逮捕される、お知見仲間、お姉ちゃん、はあ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 、配役としてはありえるね。花輪さんもお知見だったし、お姉ちゃんのその過去の回想シーンにお知見の部長とかでチラッと出てくる。そこでだから花輪さんがジュゲームを披露して、あのナイツさんのネタにあるジュゲーム後藤の振り逃げ。俺めちゃくちゃ好きなやつじゃん。ジュゲーム後藤の振り逃げ、あのね、これ漫才と野球好きな人にはたまんない
最高の漫才ですからね、あれね。これぜひ見ていただきたい。あれ野球知らない人見たら全く何言ってか分かんないと思いますけど、めちゃくちゃ面白いです、野球好きの人は。ほんと伏線回収ってこのことだなって思う漫才だよね、あんな素晴らしい漫才ないですから。多分ナイツさんのオフィシャル公式ホームページにあると思うんで、そのネタ、ジュゲムっていう、もう演芸と好きな野球をミックスさせたね、本当にね、至高の漫才だと思ってます俺は、あれ。すいません、あの真犯人フラグの内容より熱く語んのやめてもらっていいですか。まあ、二宮逮捕ならそれかなと思う。一世の場合もあるかなと思う、逮捕。はいはい。自首。ああ、あるね。一世が白だった場合さ、元木が今捕まっちゃってるじゃん。うん、元木を守るために自首するっていう。全部罪を被って。なるほどね。やっぱそのイケメンの行動しちゃうんじゃないかな。あとその誰か逮捕者がっていうところだとしたら、今回ラストシーンで、望月が段ボールまた運んできたじゃないですか、うん、でその中身誰なんだろうとかさ、何が入ってんだろうっていうところで、うん、リアルタイムで見てた時はキヨ君、救出に行ったキヨ君みたいな話になったじゃないですか、うん、でもしキヨ君だとしたら、まあ、押し入れの中身とか全てを話して菱田逮捕の可能性も出てくるよね、うんうんうん、いやあるある、病室にナイフ持って入ってきたっていうのをバレてとかさ、そう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 、その3人誰かだと思うけどね、逮捕、二宮、一世、菱田のどれかってことですね、うんうんうん、やっぱ島田さんはやっぱり一世真犯人説ですね、じゃあ今んとこは。そうね、いやもうだから不倫写真撮らせたあの地下鉄のシーンが回収できなくなっちゃうもんだって、うん、それだと単独行動では写真撮れないし。で、まあ、一世の動機にはやっぱ相良家が関わってるってことだよね。そうね。だからお母さん、うん、自分のお母さんと。で、そこに川村がちょっと気づき始めてるっていうことかな。うん、うん。鍵回ってきてるっていう。うん。まあ、だから、望月の段ボールは清くんだとは思うけどね。あの、電話来てたじゃん、望月に。あれはだから、清くんから電話来て、向かって、あっちゃんに謝ろう、みたいに、望月と話し合いになって、だ望月もしかしたら、お尻の中見てるかもしれないね、もはや。で、そのまま連れてくと、怪しまれるから、段ボールの中に、って言って連れてったということだろうね、あれは。もう、完全にカルロス・ゴン形式ってことですよね。ああ、そうだわ。作業服着てるかも、清。清くんは作業服着なくていいでしょ、別に。一旦ワークマンによって、いやいや師団地から一回ワークマン寄って着替えてだね、段ボール入っていやいや、でもカルロス・ゴーンの脱出劇と一緒ですよ、そんな段ボール箱の中入って、まあ、どういう感じで出てくるか楽しみだね、記憶が、見つかっちゃったっていうかないや言わない言わない、隠れてたわけじゃないから。あと押し入れに入れてた何かとかね、一緒に持って帰ってきたとかね。ああ、それを持って謝りに来たっていうね。そう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 。ユニフォームかな。ユニフォーム持ってくるんですかね。ユニフォーム着てたりしたね。いや、着てたらだいぶ KY だけどね。だいぶサイコパスだけどね。破れたユニフォームでしょ。うん、これお前んだよな。ごめんなっつって。めちゃくちゃ煽ってんじゃん。じゃあとりあえず今回はこんな感じですかね。はい、じゃあ皆さんからの考察コメントもお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。では次回の真犯人フラグ動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。